はい、どうも、キュウリニキです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回なんですけど、これね、マレフィセントドラゴンでね、懐かしのマレフィセントドラゴンで、コイン稼ぎやっていきたいと思います。目標はね、まあ、6000枚。あ、でもスキルレベル5で6000枚はちょっと保険かけすぎ。保険の窓口。ってことでね、まあ、やっていくんですけど、まあ、54アイテムはね、基本絶対使っていきます。で、まあ、目標コイン枚数なんですけど、どうしよっかな。7000でいきます。はい、ちょっと高めにね。普段ナミネとか使ってる分、あとソラロクでもね、一種類少なくなった状態でやってるんで、やっぱむずいっすね。はいはいはい。でね、僕は効率とか気にしないんで、1プレイでね、稼げる数が多ければそれで十分なんで、このね、マレゲシで、タイムボムね、狙ってやっていくのが僕流ですね。これが結局安定するんですよ。結局ね、タイムボムいっぱい作ってプレイ時間伸ばせば、おのずとコインの枚数増えるんで、本当にね、それだけで十分だと思います。イエス、高須クリニックってことでね。いい感じかな。どうだろう。全然あれいかなそうだね。7000コインとかいかなそうですね。全然。いやけどね、やっぱ目標は目標だからね、行かないと話にならんですよ。はいはい。うわー、繋がんない。やっぱりね、意識してこう7チェーン以上できるとね、すごく楽ですよ。プレイしててね。やばいね、時間がどんどんなくなってくる。ちょっとロンチェしよっか。ちょっとロンチェして、やった方がいいのかね、マレフィセントドラゴンに関しては。ちょっとそこもね、検証したいな。うわー。4000コインか。ちょっとじゃあ次、ロンチェバージョンで。まあ、ロンチェっつうかね、まあ、なるべく長くつなげるのを意識したバージョンでプレイしていきたいと思います。じゃあ、いきまーす。今のがね、まあ、4000コインなんで、それ以上稼げれば、ロンチェの方が強いっていうことになりますね。うわー、なんか目チカチカして見づらいな、これ。白黒。白黒、ピンク、オレンジ。やばい。めちゃめちゃ見づらい。は、オッケー。ロンチェね、もうロンチェ、はいはい、ロンチェボムキャン、ロンチェボムキャンね、これがやっぱポイントですわ。はいはいはい、ドン、はい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 、いい感じじゃない。あー、けどこっちの方があれだね、スキル回転いいね。連発しやすい。ほら、繰り越しとかはね、それこそ難しいけど、まあでも全然ね、たまりやすいよね。はいはい、ゾーン、どんどんどん、ドンキードンキーホーテー、よし、いいね。はいはいはい、オッケー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 、はいはい、バン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 、はい、どうだ。
タイムボムは大して出てないからすごくプレイ時間短く感じますけど、どうなんですかね。ああ、ちょっと待てよ、さっき4400枚だったよね。ってことはやっぱりね、うん、タイムボム狙ってた方がコインは稼ぎますね。さっきね、タイムボム、うん、出すのがちょっとね、下手くそだったんですけど、まあそれもあってね、4400コインしか稼げなかったんですけど、本当にこれで過去1万枚稼いだことは実際あるんで、スキルレベル5でね、うん、まあその時次第かなって感じですね。うん、まあプレイ安定するのはね、ほんとソラロクとか波、まあ波にはちょっと別格なんですけど、ソラロクとか、あとマレウスですね、マレウスドラコニアとかがね、めちゃくちゃ安定してコイン出せますかね。うん、マイプレイマイプレイ。ところでね、今回はマレウスドラゴンでいくら稼げるのかちょっとね調査してみました。じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ケルニキでした。バイバイ。